こんばんは。お願いします。こんばんは。さあ、ヤッホー、いいですね。この時間にヤッホーが来るとは思わなかったですね。遅くなりまして、すみません、ちょっと遅れましたね。5分ほど遅れてしまいました。よろしくお願いします。さあさあ、おとといインスタライブやって、昨日 YouTube ライブやって、今日もまたインスタライブに戻ってきましたよ。皆さん、なんかコメント止まってる、あ、動いてる、お疲れ様です。さあ、今日もリハーサルを終えて帰ってきて、ご飯食べて、一日の終わりのインスタライブですね。3日間続いております。今日は来れた、あ、この間来れなかったですか、ありがとうございます。ホテルじゃないですよ、うん、家です。さすがにまだ現場入りしないし、初日市川なんで、ホテルに泊まんなくても行けます。わ、久しぶりにライブ見れました、ありがとうございます。おー、ケータ君、おー、どうも。髪は切ってないですね。ドアは今開けてます、除湿してます。向こうがあの歌取る部屋なんで、あっちの入り口に除湿置いてるんで、除湿機回してドア開けてる。私も3日目にして初ライブ、 ありがとうございます。お久しぶりです。どうも、ちょうどウィンズを聞いてて、ありがとうございます。リハの写真最高でした。そう、もう毎日リハをやってて、明日もまだリハですね。髪の毛どのぐらい伸びました、いつからの話かな、ん、日本の天気は全然いいですよ。家大きい、全然大きくない、普通です。本当ごく普通の家です。連日リハお疲れ様でした、ありがとうございます。今日もこんばんは、どうもこんばんは。さっさっさ、札幌ぶりですか、ありがとうございます。どうしよっかな、なんか一人で喋るのもあれだから、参加リクエストの人誘う、いやー、どうだろうな、難しいな、誰かダンサーとか来てくんないかな、うん、ダンサーとか来てくれたら無理やり誘おう。友達、違うな、フォローしてる人分かるもんね、誰か来て、お願い。よく頬を支え、このポーズでしょ、このポーズ楽なんだよね、すごい楽。翔平くん来ないかな、翔平くんが今日帰り際になんか美容始めたらしいじゃんって言われて、俺のツイッターにすごい、ケイタくんに教えてあげてくださいってめっちゃ来たよって来て、今日翔平くんに聞きましたね、はい、で翔平くんって、日焼け止めクリームで毎日塗るらしいよって言ったら、うん、当たり前って言われました。さすがでしたね、うん、部屋着ですか、いや、これはリハ着です、リハ着でそのまま今帰ってきて、いや、スペースやろうか悩んだんだけどね、スペースコメント読めないからさ、難しいなと思って。あ、フォローしていただきありがとうございます。肩幅広くてかっこいいです。多分最近トレーニング全然やってないけどね、もう何年やってないだろうな、7年ぐらいやってないかな。日焼け止めは大事ですよ、また今日も日焼け止めの話されてる、ありがとう。もうすっごい伝わったんだけど、塗ってない日焼け止めは、ごめんね。
マジごめん。今日やっと配信中に来れた、ありがとうございます。身長は182ぐらいかな、3あるかな、なんか2あったり3あったりだ、3あったんだっけな、ちょっとなんかす覚えてないあんまり。3はないか、2ぐらいだった気がするな。いやでも1回3あったなみたいなテンション上がった時あった気がする。最近測ってない、ごめんね、定かじゃない。でもそのあたり、小学生の頃からずっと大好きです、ありがとうございます。今来た、こんばんは。リハギは決まってないですね。183あるか、プロフィールずっと80、あ、じゃあ83あったんだね、多分。183あって書いたんだと思う。うん、でも最近ほんと全然測ってない。どんぐらい、めちゃくちゃ身長測ってないね。じゃあ83だわ。昔183の83キロ、いや違います、83キロまで行ってないですよ。77キロぐらいまでだったと思いますよ。83キロまで行ってないと思うけどな、確か。インスタ今日初めて見つけました。あ、え、嘘、どういうこと？ウィンズの存在は知ってたってこと？ファン？すごい、ウィンズの曲めっちゃ聞くんだよな。だけどインスタのアカウント今日初めて見つけたみたいな感じだった。結構すごいね、知らなかったんかいってなりますね。グッズめっちゃ可愛いです、ありがとうございます。小児の息子がフォーエバーメモリーズいつも歌ってます、嬉しいですね。ケイタさん身長高いですよね、何気にね。まあでも、うん、どうなんだ、83、なんか今となってはもう普通じゃない？なんか今結構身長高い人とか多いイメージあるけどな。ライブに向けてずっとウィンズ聴いてます、ありがとうございます。アナザーデイズが好きでした、いい歌ですね。144センチです。恵んでください。どうやって？身長を分けてほしいな。どうやって？昨日フォローしました。あ、ありがとう。だいぶ最近だね。10年くらい前、握手会行った時、背高くてびっくりした。本当？身長高くて損することか、あんま、どうだろうね。特に、あれだね。え？ちょっと待って、なんか。こんな時間に？え？パラドックス大好きです。超久しぶりにライブ行きます。あ、嬉しいですね。ピアスはこれは作ってます。どこのやつじゃなくて。え、こんな時間にそんなことある？近所迷惑、インスタライブうるさいですって、近所迷惑かもしれない、すいません。インスタライブやってますよね、ガン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 。誰だ、まあいいか。宣伝しまくってた友達が初めて言ってくれることになりました、ありがとうございます。ナイス宣伝。そんな人いるの？いないか、インスタライブうるさいですって。大丈夫です、大丈夫です。気になった？なんだか、まあまあまあ別に大丈夫でしょ。はい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 、インスタライブ久しぶりに来ました、私が気になります。私もライブ、いや、ライブ行きたいなら来てください、ぜひぜひぜひ来てください。
綺麗だが好きすぎます、ありがとうございます。ニューパラ大好き、指輪がなんかいい、なんかいい、歴代のライブで一番好きな衣装ありますか。あー、今回の衣装ですね。うん、今回の衣装かなり好きですよ。八王子で会いましょう、待ってますよ。髪の色めっちゃ、いやでも髪染めに行かないとさ、結構やばいんだよね、ずっと染めてない。奥さんと行きます、ありがとうございます。今日リハの投稿を見て昔サザエンズ圭太君と握手したことを思い出しました。なんか昔よくやってた気がする、俺も覚えてる。ライブ広島に来てください。この間もね、そう言ってくださったんですよね。また行けるように頑張りますね。広島の会場とすごい良くて好きなんでね。一川初日行きます、今から楽しみです、ありがとうございます。インフィニティ、いい曲ですね。会社の優先でイザヤの月流れて、や懐かしい、やっぱりイザヤの月いい曲ですよ。フォーエバーメモリーズが大好きです、ありがとうございますね。名古屋に旦那さんと行きます、楽しみです、ありがとうございます。あ、ちなみにですね、僕今日充電し忘れてですね、今 20% しかないんで、充電が、うん、結構あれですね、心配してますね。はい、あ、これさ、ちょっと待ってね、ミュートできるじゃん、ミュートできて、今行けばよかった、何だったのか、ミュートして。あ、私 7% やばいね、切れるね、それはもう絶対。20% あれば十分、大丈夫ね、うん、こんばんは。あ、切れた、あ、大丈夫。トゥルトゥ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 、うちワンちゃん飼ってますよ。ミュート覚えましたね。あとこれなんだろうな、これビデオもオフあるんじゃない、これちょっと押してみていい、えい、あるやん、めっちゃあるやん、ビデオもオフあるし、ミュオーディオのオフもあるやん、やるやん、インスタライブ。いつからそんなんするようになったの。やるね、やるやんね、ありましたよ。ベイビーメイビー懐かしい、いい曲。朝起きるの最近ね、ちょっと夜が遅いんでちょっと遅くなってますね。基本的にはね6時半、もう遅くて7時ぐらいに起きてたんですけど、ちょっとこのリハシーズンは遅くなってます。はい、2歳の息子がゲットダンス系で、あ、いやいやいやだけ言っちゃうと分かる、あるよね、プラウとかも言うよね。いやー、あともうほんと1週間だね、1週間ちょっと、楽しみですね。無事にライブ開催できたらなっていうことがまず一番心配ではありますけどね。実家片付けしたウィンズグッズで溢れてました、メモ帳とか時計とか、なんか懐かしくなるよね、そういう時すごい懐かしい。俺も自分の昔のパフォーマンスのビデオとかさ、見返したりすると懐かしいなーって思います。富士急ハイランドでやったライブ行きました、 ありがとうございます。結構前ですね。みんな元気で完走できますように、本当ですよ、ね、皆さんも元気で
見られるとね、いいですね。全員元気だといいよ。誰も誘えない、誰も誘えない。誰かと喋りたかった。一人じゃ寂しい。ライブ何時からしてたんですか？リハーサルのことですかね。リハーサルは今日何時行ったか、12時ぐらいからかな。今日角度違いますね、ちょっとずれてますね。今は多分充電19、18ぐらいじゃないですか。誰かに連絡してみては。今ね、連絡手段ないですよね。スマホ使っちゃってるんでね。うん。シュレックのなんかの役の声優してました、してました。アーサー王子の声やってましたよ。なんか元気ない。いやちょっと疲れたな本当に。今日2回通したのといろんな確認やったからもう疲労がさすごくてさ、この辺喉のこの辺つってんのよ。もうつっちゃって、使いすぎて。今回ダンサーさんもバンドさんもいますよ。これ何のボタンだ？招待する。あ、へえ。そうなんだ。こっちから招待送るバージョンね。はいはい、これが質問ね。この紙飛行機みたいなマークなんだ。え、これなんだ、ちょっとわからんな。ふんふんふん。 LINE ニュース見ました。LINE ニュースね。ちょっと待って、このシャ、あ、いや、これそうでしょ。で、これが、あ、なるほどね。はい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 。ずいぶんポップだな。ずいぶんポップだな。あははは。なんか面白いないかな。パッパカパーン、パッ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 パカパーン、パッパパパーン。何やこれ。おおおおおおお。はあはあはあ。なんか、おお。絵っぽいね。いや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 。
いなくなるんだと思ったら全然いなくなんない。仙台で初めてライブ行きます。楽しみ。ありがとうございます。すいません、こんな遊んでる間に。終わり？あ、意外と少ない。こんなもん。なるほど。オッケーオッケー。これだな、やっぱり一番いいのは。声聞こえない？よし、やめよう。あれ？今これ何にもしてないんだけど、なんかそれすらも疑ってきちゃった。これ今何もしてないマークだよな。あれ、なんかこんなんだっけ。あれ、何もしてないのってこんなもんだった？なんか色味変じゃない？違うな。やっぱこれだな。え？こんな色だった？マジ？ごめんごめん。ちょっと変な遊びしちゃった。はいはいはい。オッケー。なんか目おかしくなったね。あ、ちょっと待ってね。いや、これさ、でもさ、そうね、横須賀ライブ行きます。15年ぶり。おー、嬉しい、ありがとう。なんかダウンロードしてできるらしい。へえ。明日の予定は、明日もリハーサルですよ。ライブの見どころか。見どころね、まあもう結構頭から瞬きできない感じじゃないですかね。あと映像じゃねえや、あの音はすごい僕は好きですね。今回のアレンジが、バンドメンバーってやってるんですけど。川口行きます。ありがとうございます。涼平くんも元気だと思います。あ、そうですね、リハからリハやって、明日はゆるんずですね。この質問のやつタップしてみていい？なんかいつもさ、こうやってさ、毎回試すんですよ、僕。このインスタライブとかをやって、ただインスタライブがその続かないんで忘れちゃうんですよね。半年ぶりぐらいじゃない、インスタライブも。そんなことないかな。そうなるとね、続かないのよね。忘れちゃうのよ。ごめんね、押してみるね。はい。何時に寝ますか？あ、こうやって出るのね。そうですね。12時ぐらいにはちょっと寝たいかなって思いますね。はい。って言って、こうやって答えたら、この×を押す。はいはいはい。あ、いいですね。かも質問。いいですよ。これいいですね。どうぞどうぞ。猫は飼ってないです。ワンちゃんです。あ、すごい質問来た。あ、え、なんだこれ。はい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 、いきますか。じゃ、これいきましょう。これいい質問ですね。
ケータ君何歳になりましたか。いやこれいい質問だな。すごい、こんな質問を考える人いるんだな。いやーやっぱすごいなと思います。36歳です。ありがとうございます。いやいい質問でした。さあ続きまして、そうですね、あこれもめっちゃくちゃいい質問ですよ。はい、楽しいですか。楽しいです。いやいい質問でしたね。ありがとうございます。いや本当にね素晴らしいですよ。ちょっとこれ今ま、これちょっと待ってね、一回ごめんね、そうですね、グラグラしちゃってね。オッケーオッケー。あーこれこれすごいわ。何座ですか。いて座です。いやみんな本当すごいいい質問が、質問考えるのみんなすごいですね。あ、これにしましょう。うん。お腹空いてますか？空いてません。いいですよ。はいはいはい。はい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 。はい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 。はいはいはい。あ！これこれ分かる人いる？みんなこの質問、グループ名は何ですかっていう質問なんだけど、分かる人いる？めちゃくちゃいいとこ質問してくるよね。グループ名は何ですかだって。分かる人いる？もうみんな www って書いてるから分かってる。ウィンズってことでしょ、この www っていうのは。この質問みんな書いてるわ、 www って。はいはいはい、そのとおり、ウィンズですね。いい質問いただきましたね。はい、どれにしよっかな。あ、これいいですね。これいきましょう。もう日本代表は諦めた。いや僕はもういつでも招集を待ってますよ。待ってますね。いつでも僕は招集されるのを待ってますね。そうですね、ちょっといろいろ質問来てますね。あ、いろいろ質問来てます。ちょっと待ってくださいね。はい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 、これにしましょう。自己紹介をお願いします。こんばんは。1985年12月16日に生まれました、立花啓太と言います。福岡で生まれまして、まあ、実は福岡でですね、自分の母親が勤めていましたモデル事務所に入っていて、まあ、実はその頃からちょっとしたこう芸能活動みたいなことをやっていましてね、まあ福岡のこう広告に出たりとか、いろんなファッションの広告だったりとか、まあちょっと CM に出させていただいたりとかしていましてですね、まあうちの母親がですね、僕のことをどうしてもデビューさせたいというやっぱ気持ちがあったみたいでですね、ライジングプロダクションという今僕のね、ウィンズというグループで所属しているライジングプロダクションのですね、オーディションがありまして、そこに母親がね応募しましてですね、
で僕はですね、その頃ちょっともう若干グレ始めてたもんですからね、まあ、そんな勝手にオーディション応募しやがってみたいな感じにもなりましてですね、まあでも母親がもうどうしても行ってくれと、どうしても行ってくれっていう話だったので、まあ、しょうがないっていう形でオーディションに行きまして、まあそのオーディションでまあ一次審査だったんですけども、まあ書類が通って次二次審査かな、二次審査を通りましてですね、まあその九州沖縄オーディションといっていろんな九州の各地から5名ほど代表を決めまして、で僕が福岡の5名の1人に選ばれましてね、で九州沖縄オーディションなんで沖縄で最終オーディションみたいなのがありましてですね、でまあいろんな各地、福岡、まあ、宮崎、鹿児島、長崎と5人ずつぐらいいたんですけれども、そこになんとですね、多分30人近くいたのかな、30人近くいたところ、僕男性1人だったんですよ、他あと全員女性、僕しか男の人がいなかったんですね。で僕はもうその頃中学校2年生かなぐらいだったと思うんですけど、あ、まあその中学校2年生ぐらいからちょっとね悪知恵が働くようなね子供だったんで、僕はその女性がみんないらっしゃって僕男性一人だった瞬間に、これ俺受かったなと、はい思いまして、あ、これ俺男一人ってことはその競争相手いないなっていうのが、まあ、ちょっと自分の中でありましてね、あ、これ俺受かったぞみたいな、まあ、気持ちになるわけですね。でそこでまあ歌の審査もあるんですけど、ダンス審査っていうのもありまして、でダンス審査はみんな一緒に踊るんですよ、歌の審査は一人一人だったんですけどね、でダンス審査でみんなで振りをつけるんですけど、まあそこもほとんど踊ったことない方たちで、僕ダンスその時習ってたのでね、そのみんなで一斉に振り付けた時に僕だけちょっと覚えるのが早かったりとかしてね、そのダンスも結構いい感じだったんで、これは受かったぞとね、うん、これしかも男一人だし、これ俺もうワンチャングランプリだなみたいな、もうオーディション前からもう気持ちが入ってまして、でオーディション終わりましてね、まあ、オーディション終わりましてっていうか、まあでも僕途中で気づいたんですね、まあ、それがいろんな本選が始まる前だったんですけど、自分は絶対受かると思って、もう絶対俺が優勝だろうなみたいな感じでオーディションが始まるんですけれども、僕は昔からっていうか昔本当にすごいわけのわからない本当根拠のない自信を持つ野郎だったんで、これは俺受かったなって思ってオーディションに挑むわけですね、私が。そうするとね、あ、今ちょうど書いてます、グランプリの中野森彩子さんという、これも福岡出身だったんですけど、福岡出身同士でみんな仲いいわけですよ、まあ同じ、まあ、福岡チームとしてねみんな仲良くて仲良くなってたんですけど、その中野森彩子さんがですね、歌った時に僕は今まで絶対自分が勝つと思ってたんですけど、こいつに負けたなと思ったんですね、その時にその時に、あ、やばい、これには勝てないわと思って、それぐらいすごくて、歌の能力と人を引きつける能力、そのパフォーマンスが上手くて、これ負けたなってそこで思ったわけですね。だ、僕は男一人だからと言って優勝できるわけないよなってそこで反省したんですけど、まあ案の定ですね、その中野森彩子さんという方がグランプリになりまして、まあ僕と同い年なんだったんですけど、僕とだから同じタイミングで上京してライジング、うちの会社に入ったんで、ずっと仲良くて、いやすごかったですね、はい、そんな立花啓太でした、よろしくお願いします
いい質問でしたね。もういい時間だね。懐かしいですね。終わりましたね。デビュー前、あ、デビューしてからの話も必要でした。あ、じゃあもうちょっと話します。うん、オーディション終わったぐらいから話します。みんながもう長い長いって言うから、あ、ちょっとあんまりこの話してもあれかなと思って。でも、あ、そう、それすごいすごい話があって、こう話また戻るんですけど、僕そのなんでだろうな、うちの母親がずっとその芸能活動を僕にさせたかったんで、まあ、いろんなことを僕に教えてくれるわけですよ。まあ、あの、例えばオーディションの時にもう歌がどうとかじゃなくて、あの、パフォーマンスを生かしなさいと。だからどんなに歌が上手くても目線を下に向けるなと。そのオーディション会場の時のその審査員の目を一人一人を見て、その目で相手を、まあ、ちょっと言葉変な言い方なんですけど、目で殺しなさいっていう教えだったんですよ。殺すっていう言い方は変なんですけど、あの、いとめるっていうことですね。で、それを母親が僕にずっとこう言い聞かせるタイプの母親だったんですけど、それを、まあ、僕はいろいろこう習いながらやった。そのうちの母親がその優勝した中野森さんを二次審査で見てるんですよ。二次審査で見てるときに、もうその時から一人とんでもないやつがいたと。本当にすごい、あの、愛子さんの歌を歌ってたんですけど、愛子さんの歌を歌ってる、歌も完璧、パフォーマンスも完璧ですごい人がいたっていうのは僕は聞いてて、それで一緒に空港に行ったときに、うちの母親が僕に、あの子はすごいと、あの子はすごいからみたいなことずっと言われたわけですよ。もうだから頑張りなさいよみたいなこと言われて、で、僕もそう一緒に沖縄に行くわけですね。そうだから、そのずっと母親がすごいすごいって言ってて、まあ沖縄行ったら一人しかいないから、いや、うちの母ちゃんすごいすごい言ってたけど俺一人だよって思ってたけど、パフォーマンスを見たらマジですごかった。本当に感動しましたね、あの時は。うん、忘れもしないですね。愛子さんの花火を歌ってました。目に焼き付いて離れないですよ。あの、やっぱこう自分より圧倒的にすごい人を見た瞬間って結構忘れらんなくて、2回だけです人生で、あの、うわやばいこの人に勝てないって人生でなったのは2回だけあって、それがオーディションの時に行った中野森綾子さん、そしてもう1回はあれ何年前ぐらいだろうな、6年前ぐらいかな、6年前ぐらいに行った初めて来日した時のブルーノマーズのライブですね。それを見た瞬間に本気で歌手を辞めようと思いました。はい、今井亮介さんと一緒に今でも曲作ってるジュンっていう男の子と仲いい友達と見に行って、マジで落ち込んで帰りましたね。やばいなみたいな、普通ライブ終わったら、いやマジ楽しかったみたいな、もうずっともうその人の話をして帰るんですけど、ブルーノマーズのライブ見た時はもうずっともうこんなやばかったね、いやほんとやばかったよねみたいなテンションでになっちゃって、もうすごい差を感じて、
その2回だけですね、人生で。やめないでくれてありがとう。さすがにね、やめなかったですけど。いやーすごかったですね。だからその2回の瞬間はやっぱ結構忘れらんないですね、あの時の感覚が。はい。ウィンズが好きで日本語勉強しました。嬉しい。いつもライブの宣伝のインスタライブなのに全然違う話してるよね。ごめんね。ごめんよ。もしかしたら話は長い方ですかね。いや、あの短い話もありますよ。長い話もありますし、まあでも話は好きな方でしょうね。喋りを、おしゃべりが好きなんでしょうね。おしゃべりが好きじゃないとインスタライブやらないですよね、多分。どうなんだろうな。いや、まあでも職業柄みんなもしかしたら無理してやってる人もいるかもしれない。でも喋るのは好きですね。ライブは来てのお楽しみ。そう、なかなかね言えないじゃないですか、その内容とか。ね、うん、充電切れるからもうちょいしたら終わるわ。そう、なかなかねライブの話はできないし、何歌うとかも言えないしさ。うん、難しいね。友人は仕事はお金がもらえるから話すって言ってた。うん？仕事はお金がもらえるから話す。なんか文法おかしいな。話すとお金がもらえる。違うな。この文法難しいな。仕事で話すとお金がもらえるから話すってことかな。どうだ。あ、ラジオってことね。いや、まあ仕事になっそうね。これはでもなんか難しいよね、インスタライブとかってさ。これが仕事、まあ仕事かな、これ。どうです、仕事なんですかね。なんか仕事の感覚じゃないけど、でも仕事の感覚で逆にやった方がいいかな。なんかこうやってさ、家でさ、自分のスマホでさ配信できちゃうとさ、やっぱちょっとプライベートをの感じが出ちゃうじゃないですか。だけどやっぱこう仕事だっていう気持ちで配信した方がまあいい可能性もありますよね。半分趣味、まあ、趣味でもないんだけどね。スマホなんですね。え、逆にスマホじゃなくてインスタライブ配信できるんですか。お、あ、なんか OBS で配信できるのはちょっとネットで見たんですけど、あ、 iPad とかってこと、タブレット系ってこと。日本にライブ見に来た、落ち着いたらねぜひ見てほしいですね。そこは家ですか。ここは家ですよ。プライベート感あった方が親近感あってるしな。なるほどね。ケイタくん、なんか誰かに似てる。わー、誰なのそれは。思いついてから書いて。誰か、すごい誰かに似てるんだよな、思い出せないなっていうコメントか。面白いね。思い出してほしいね。逆、ぜひぜひ、このもうすぐ終わっちゃうんだけど、ぜひ思い出してるし。マネージャーさんとかこの配信見てない、どうなんでしょうね。見てないのかな、見てんのかな。見てない気がするけどな。いざよいの月好き、あ、さっきもありましたね。嬉しいですね。
急に腹痛くなってトイレで見てるけど許して、これもね言わなくても大丈夫だよ、うん、これ言わなかったら絶対バレないし、そもそも許さないわけもないし、うん、でもいい人なんだね、うん、トイレで見てることに罪悪感を感じたんだろうね、ごめん圭太君今トイレで見てる許してっていうのを、やっぱいい人だから。あ、やべ、落ちる、これ大丈夫か。元彼の特徴を合体させたら圭太君になると思うあ、いろんな方なんですか、うん、あんまりね、どうなんですかね、元彼の特徴ですか、まあ、ちょっとコメントしづらいなって感じですけどね。毎日ビューティフルなを聞いて仕事頑張ってます、ありがとうございます。もうトイレ、あ、ちょっと待って、マサト来たね、マサト、マサト、あ、でもマサトこれ現今無理、いる今まだ、あ、マサトいる、ちょっと待って、俺いる、マサト1、ちょっと入ってくれたら入ってきて、マサトダメだったらダメでいいや、どうだろう、あ、ダメかな、さすがに、あ、来たあれ、お風呂入って、お風呂入りました、何ですか、お風呂は入ったって感じですか、ありましたバレましたねバレましたね、いや今ちょうど今入って見てたら上がってきてちょうど開いたってこと、あ、そうです、今さ、あの今さっていうか最近インスタライブとか YouTube のライブやってるんですよ、ツアー前にね、もう来週始まるじゃないですか、はいはい、あ、ちなみに皆さん、あの今回あのマサトくんダンサーとして参加してくれるんでよろしくお願いします、マサトくんです、あ、ありがとうございます。そう、それでなんかもうずっと一人で喋ってて、なんか誰かダンサーとか来てくんないかなって言ってたんですよ、あ、本当ですか、そしたら今ちょうどマサトがあの見てますみたいなの出たから、やったーと思ったんだけどね、まさとくん、僕ね、あと充電 8% 8% っすか、そう、 8% しかないです、じゃあ 8% いくまで、そうですね、 8% ギリギリまでちょっといきますか、行きたいんですけど、まさとはもうね、あの皆さんご存知だと思うんですけど、いろいろもういろんなツアーだったり、最近ファンクラブライブもそうですし、まあ、MTV もだし、ダイスとの対バンも全部いますよね。そうですね、ありがたいことに。最近ずっといますよね。そうですね、ご一緒させていただいて。いや、嬉しいですよ。何歳から、最初会ったのいつだ？最初は20歳で。20歳。今、いくつでしたっけ、はい、今、今年28ですね。8年ぐらいでしょ、すごいですよ、すごいよね。 In Love With The Music の PV 最初、あ、そうです、最初それで、そうだよね、そのままオーディション受けて、オーディションがあったの、ブルーブラッドはオーディションがあ、オーディションがあったのとか言ってそうか、いやでも 8年ずっと一緒なんで、だからもう昔の振りとかもいろんなウィンズの振りも知ってくれてるんでね。そうなんですよね、もう困ったらマサトに聞くもんね、これなんだっけみたいなね一回なんかここ歌詞なんだっけって言われて、ケイタさんってことあります歌詞なんだっけやばいねあ、ここやっぱ言って面白い、いや、はい、すいません本当にあのお世話になってます、いえいえ、こちらこそですね、非常にありがたいです、いつもいつも、もう最近もずっと一緒なんでね、そうですね、本当楽しいですね、ゲームもして、今回のライブ楽しみですよね、楽しみですよね、はい、すごい楽しみ、かなりドキドキする部分もいっぱいあるけど、そうですね、うん、まあでも楽しみが確実に勝つと思うんで、そうだね、間違いないです、
いやもうマサトは本当にプライベートでもずっと一緒にゲームしてたりするからね。そうっす。仕事だけじゃなくプライベートでも仲良くしてもらって、なんかもう朝が朝明るくなるまでゲームしたりしてましたもん、ね、やってたね。6時ぐらいまでやってたもんな、マサトと。だね、ネットプレイでいられる。インスタライブやるの初めてだね、一緒に。いや、そうですよ。ねえ。びっくりしましたよ、だから。あ、マサト来たって言って、なんか、お疲れ様ですとかコメント打とうとしたら、一緒にやりましょうみたいなした。そうそう。いや、ほんなんか、誰か他に来てくんないかなとか思ってたから、よかったわ。多分、これを、誰か見たら翔平さんとかすぐ飛んでくるんじゃないですかね。マジ？わかんないですけど。いやちょっと待って、これ充電ないんだけどさ、もう一人誘いたい人いるな。ちょっと誘ってみよう。来るかわかんないけど。えい。これいけるのか。なんか4人までいけるようになったはず。来るかな。来ない。お入ろ。やったやったー来たー、ずっと待ってた俺。ウケる。ずっと待ってないでしょ絶対。ずっと待ってた。あったじゃん。ガンミのソータくんと隣にサンちゃんがいらっしゃいまして、いや翔平さん来る前に俺入りたいなと思って。絶対すぐ来るんで。やった。え、ソータとさ、マサトは同い年ぐらい？ソータも下か。ソータは2個下っすね。そうか。このガンミのソータくんは最近で言うとストリップの振り付けをしてもらったり、あとはビューティフルナウも荒野と一緒にね、振り付けてもらったり、うん。そうです。最近すごいお世話になっててね。サンちゃん、サンちゃんもね、あのダンサーとして何度もウィンズに。はい。やっていただいたんですけど、でもここ最近誘ってもね全然やってくれない。顔面忙しいっすね、ほんとね。いやいや、俺今ずっと待ってましたよ、これ。まだかなってんな。うん、もうずっと言ってますよ。いやいや、それはちょっと待って。俺ずっとチェックしてるから、誰が見てるか。いやいやいや、俺、いや、ご飯食べずっと言ってる。ダメも俺入れてくれ。ダメも俺入れてくれって。なそれ。やった。いや、マー君入ったから俺も入りたいなと思って。いや、いいですね。このダンサーみんな入るの面白いな。いや、翔平さんすぐ来ます。すぐ来る。翔平さんすぐ来ます。いや、でも全然鍵つけないんだよな、翔平君が。たどり着かないの、ここに。いち早く入りたかった、翔平さん。ちょっと待って、俺、充電切れるから。せっかくだからもうちょっと充電しながら喋るわ。そうだった。いや俺だってずっと待ってたもん。マジで。うん、俺も入れてって。でもなんてコメントしようか難しくて。あ、確かに。よしよしよし、充電完了。翔平さん絶対来ると思う。うん、すぐ来るかな。これ翔平くん来て、翔平くん入れたらお別れしようじゃあ。あのケイタさんいると翔平さんがいじられるから、俺ら的にはね結構あのすごい楽しいよね。だってもうみんな、まあ僕も一応っていうか翔平くん年上で、翔平くんはもうかなり先輩ですもんね。そうなんだ。まあマサトとかそのソータとかからしたらすごい結構先輩。結構翔平くん、そうっすよね。うん、だすごいよな、そのマサトと翔平くんが同じステージでこうずっとやってるっていうのはすごいよね。そうっす。結構先輩ってことだもんね。うん、結構先輩ですよ、待って。もう先生、翔平さんのナンバーとか出てたし、そうたもそうだよね。うん、でも、それで言うとやっぱ翔平くんはすごい面倒見がいいのかな。なんかすごい仲良くない？確かに。ね、そう、うん、そうっすね。うん。なんかすごい言葉が詰まってるからそうでもないのかなと思って。じゃ、面倒見がいいってわけじゃないよ。そんなにわかりやすく言葉詰まる。いや、違う。そういうことじゃなくて、面倒見がいいとかじゃないですよ。あ、そうか。普通に、そのフレンドリーです。
ああ、そうだよね。そう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 。いや、ちょっとマジで翔平くん来てほしい。これ絶対翔平くん来たら面白いな。いやでも、多分一気に喋んなくなっちゃうんですよね、俺。そうなの？はい。怖いんです、翔平くん。怖いです、怖いです、怖いです。怖いです、怖いです。怖いんだ。怖いです、怖いです。怖いよな。怖くはないよ。マジで、やっぱそういう先輩後輩あるんだな。いや、俺先輩とかじゃなくて、もう先生なんで、普通に。そうか、そうか。そう。はあ、なるほどね。怖かった時代の生徒だった。今はでも怖くないんじゃない？今は全然。だ昔のその怖い時代を知ってるっていうことだよね。まあ、だし、普通に先生なんで、それがなんか抜けないです、うん、普通に。なるほどね、その感覚がね。そう、俺そんなマー君ほど一緒に現場いるわけでもないし。なるほど。そう、マジでウィンズの現場だけです。翔平くんに会うの？うん。だからソータがさ、そのいつもウィンズの現場で振り付けるときに、いやこのメンツはすごいなみたいなことを言いながらね、はいはいはい、振り付けてくれるじゃない。トップランカー。日本のトップランカーが集まる現場とか言って。そうです、活躍してるダンサーと会うのはウィンズの現場ぐらいです。いやすごいですよね、本当にね、みんな。いや本当っすよ。振り付けてもらっても、まあ、振りのクオリティももちろんね、構成とかもすごいし、でダンサーがめっちゃうまいんで、おのずと僕たちもこうやんなきゃいけないみたいな気持ちにさせてもらうんでね。あ、こう気が抜けないというか。その俺的にはやっぱウィンズの現場こんなすげえダンサー集まるのマジすごいなってもう毎回思いますよ。ほんとすげえ、なんかやっぱ違うもんな、うん、緊張感も緊張感あるよね。あ、ほんとに？絶対。いや、あります、あります、あります。いや、俺めちゃめちゃ真面目だよね、なんで。真面目かも、確かに。めちゃめちゃ真面目だよなってどういうこと？いや、なんて言うんだろう。引き締まってるよ、ね。引き締まってる。ああ、その振り付けの時、はい、振り落としの時。そうそうそう、確かに、確かに。あ、そうなんだ。マサトとソータはそんなに会うことないの？ちょいちょい。ちょいちょいだね。でもない、そんなない。そんなに。そうなんだ。たまに、マジでたまに。うん。あ、そうなんだ。はい。なんかその辺がこう、みんなはどういう関係性なのとかって、ほんと全然わかんないからな。意外とサンちゃんとソータ長いんすよ。そうね。どういうこと長いって？出会ってから長いっす、結構。マサトが？ソータはもう8年ぐらい。8年ちょいぐらいか。あ、じゃあちょうどウィンズと一緒ぐらいってこと？ってかっすね。へぇ、サンちゃんもそれぐらい。俺人生で2個だけバックダンサーってことあって。うん。その1個の現場でマークと一緒。あ、そうなんだ。そうなんです。19歳。そう。そうっす。じゃあ、ソータもめっちゃ若かったんじゃない？そうっす。18、19とか損害です。あ、ソータがそれぐらいか。はい、ソータも、だよ。高3とかじゃなかった？そう、高3。そうだよね。高3でバックダンサーすごいね。いやいや、そんな言ったらマー君のすごいよな。それは。なんかマサトなんかもうちょっと、いろんなね、マサオさんから聞く話から言うともうすごい、めちゃめちゃ売れて仕方ないっていう話をね。でもちょうどその話してましたよ、こっち。そう、サンちゃんが。マサトって優秀だよなーって。ずっと言ってた。やっぱそうなんだ。うん、マジっすか。ちょっとどこら辺か、うん、いや、でもマサト、はい、何でもできるよね、踊り。あ、そうですね。いやいや、ね、そんなことはないですよ。やっぱその一つのさ、踊りのそのスタイルに特化してる人っていうのもさ、結構いたりするじゃん、ダンサーの業界で。うん、それで言うと、やっぱそのいろんなジャンルを踊れるマサトみたいな人っていうのはやっぱね、いろんなこのアーティストのバックダンサーにおいてはすごい大切にされるというかね、ありがたい存在ですよね。まあそうですね、うん、まあ、そうですねって言っちゃった。なんかそこが自分の取り柄だとは思ってるから。あ、そうなんだ。
結構じゃあ意識していろんなジャンルをなんか勉強するじゃないけど、なんかそう、まあ好きなんですよねダンスが。好きっていうよりは。俺もっすね。なんか、そうたくん今負けず。あ、俺もダンス好きです。負けず嫌い出してきたでしょ。俺も好きだけど、みたいな。かっこいいなって。そうたくん、順番回ってくるから大丈夫。一回俺のターンじゃないんだよ。結構、そうたくん我慢できなくなっちゃうから、もう。すいません、すいません。全然いいっすよ、マジで。いやそう、いやでもみんながそのまあ、マサトとかまあソータもそうだし、ガンミのメンバーとかね、特に踊り好きなのとかもすごい伝わるよね。カザシとかまあコウヤとかもそうだけどさ、もう踊りが好きで好きでしょうがない踊り方しない、なんか。そうですね。あ、わかる。うん、なんかそういうの見てるとすごい気持ちいいんだよな、上がるよねあれ。こうやなんか一緒に最近結構一緒いるんですけど、うん、一緒にスタジオ入るとそのまま普通に曲流してずっと踊ってますからね。ラッメロだーとか言って。すごいよな、尊敬するわ本当に。すごいっす。でもそのこう皆さんにちょっと僕のねウィンズを応援してくださってる方に伝えたいんですけど、僕本当に何年もこう結構悩んでた時期があって、振り付けに関して。それはなんか振り付けとしてはかっこいいんだけど、こう構成っていうのがね、なかなかこう自分の理想にいかなくて、今まで結構いかないことが、まあ全部いかなかったわけじゃないですけど、いかないことが多かったんですけど、それをなんかこうなんかソータのそのガンミとしてのパフォーマンスを見た時に、これが自分の理想に近いんじゃないかと思って、ソータにお願いしたときに、この悩みを解決してくれた人なんですよ、僕の。うわ、俺のターン。俺のターン。今、俺のターンだった。これマジで、マジで、本当に、めちゃくちゃ俺はソータに振り付けてもらって、このソータを見つけたときに、このクオリティを見つけたときに、もう、やったっていうか、もう安心して、やっとこの自分の頭の中のものをこう表現してくれる人が出てきたみたいな感じを、本当にだから十何年かかったんですけど、すげえ出会えたなって。それがまたね、すごいまだまだ若いあのソータ君だったんで、若い年齢の人だったんで、これはすごいなと思いましたね、本当に最初に見た時。マジっすか。うん、びっくりしました。嬉しい。本気でびっくりしました。あの、褒められたら意外と言葉出ないタイプ。そうなんです。そうなんです。ガチで言語化されたら何も言うことないっていう。あー、嬉しいしか言われてなくて、はい、さっきの勢いなくなっちゃったなと思って。いや、むずいっすね。だってなんて言えばいいか分かんないもんこれ。いや、でも本音ですよ、これは。もういろんな現場でだから言ってますね、僕は。ソータはすごいっていうことは、うん、リスペクトします。まあ両方も、マサトもそうだし、ソータも、まあ、サンちゃんも全然年は僕より下ですけど、本当にリスペクトできるダンサーですね。ありがとうございます、いつも。いいよ、とんでもないっすよ。いやー、若いなー、ケイタさん。さっきからずっと思ってんだよなー。若いっすか？若いっす、マジで。もう36ですからね。いや。若い。いや、若いもんだって、俺、ちょっともう、今、ひげ生えてるし、フィルターかけちゃったもん。あ、ケイタさん、さっきからずっとノンフィルターでしょ、これ。あ、これ、なにフィルターかけるの結構ベーシックなの？いや、俺今若干酔っ払ってるし、なんかもうヒゲも生えてるし、なるほどね、瞬間でフィルターかけたんですけど。ケイタさん、ずっと無加工。やっぱそう、気になるところがやっぱちょっと若者で勉強になります。そこ気になるとこなんですね。いや、もうずっと思ってました、さっきから見てて。マジで。いや、てか言ってもサンちゃんいくつだっけ？
僕31の代ですね。あ、サンちゃん31か。じゃあこの中では僕の次だ、はい、そうです。でもちょうどソータとの間か。あ、そうかそうか。そうえ、今年36ですか。今年30、今年37。じゃ11個上か。すごい。いやすいません、ほんとこんな年上の人と一緒に仕事していただいて。いやいやいや、すごいっす。なんかさ、あれじゃない、僕わかんないんだけどさ、あんまり年が離れてる人とさの仕事ってどうなんすか。そのちょっとそれこそ翔平くんの怖いじゃないですけど、そういう要素はないんですか、うん、そのなんか気を使うみたいな。いやでもそれはやっぱマー君の方がありますよ、うん、俺よりは。なんか急にマサト売られたけど大丈夫。いやちょっと一回振ってみようかな。別にない、なんか怖い。いやこれも正直に言ってほしい、本当に。いやもうあんまない、もうないですよ。最初はなんかもうびっくりしたけど。あ、そうなんだ。もう、まあまあ、その、気使うっていうか、気使いすぎる場面はないですね。うん、気は使いそうなの。気は使っているというか、普通に年下として。まあ、最低限のマナーっていう分でってことですよね。はい、そうです、そうです。他は、特に。ないです。まあ、でも直接こんなこと聞く方がもうこれもも、もはやもうほぼパワハラみたいな感じになってる、もしかして。いやでも僕がそのやっぱすごい若かった時に年上の人と仕事する時ってなんかこう難しさを感じてた時もあったから、みんなあるのかなっていう素朴な疑問でしたね。うんうんうん。でもそんなないんじゃないですかね。そんなないかな。いやなんかそれはやっぱり年上の人が気使ってくれてるっていうのがめちゃめちゃあると思います。あ、そうなんだ。おい、下みたいに見る人が周りにいないっていう。確かに。でもそういうなんか文化もなくなってきたよね、ちょっとね。そうですね。昔と違ってね、昔結構縦社会そういうのあったと思うけど。俺でも乾杯を下に下げればあのっていうのが知ってるんで、それが一番強い。それ知ってるって。グラスのね、グラスの位置ね、はい、目上の人より下で合わせるっていう、はい、俺それしか知らないかもしれないですよ。なんか上座も下座もわからない。よく生きてくれるそれだけでやいけるって思ってる。いや、いいね。一本ちょっと、あれだな、翔平くん全然来ねえな、しかしダメだね。あー、ダメだ。うん、残念だ。残念だ。いや、来てくれ、来てくれたら面白かったけど。すいません、皆さん。いい。今度、あの、出演料として、あの、焼肉をご馳走するんで。うわ、でも俺、それ2年間ぐらい言われてます、俺。前行ったのもう2年前ぐらい？いや、前行ったのはもっと4年前です。嘘？マジで？はい。わ、じゃあちょっと今年中行こう、絶対。はい。マサトも一緒に行こう。ぜひ。サンちゃんも行こう。え、いいですか。うん。誘うわ。待ってます。待ってます。ね。ちょっと今年誘います、また。またインスタライブも誘うんで。あ、じゃあ見ます。見たら言いますね、なんか。ぜひまた見てください。OK です。ありがとう、わざわざ。ありがとうございます。ありがとうございます。はーい、じゃあ、これ頑張ってください。ありがとう。頑張ってください。またね。あ、ソータもしよかったらライブサンちゃんも見に来てね。あ、はい。行きます、うん、じゃあ、二人で。はーい。はーい。いや、すいませんでした、ほんと。めっちゃ時間押しちゃった。まあ、ダンサーのマサトくん、今一周回ってるマサトくんと、最近ウィンズの作品を、作ってくれてるソータくんにお邪魔していただき、一緒に喋らせていただきました。初めてね、ダンサーの方とインスタライブしたんですけど、またこのライブ始まる前にやる際にね、またコラボできたらいいなと思います。遅くまでありがとうございました、皆さん。では、もしよかったら、8月5日から始まるライブツアー検索してみてね、気になる方がいましたら参加してみてください。それでは。
ありがとうございました。おやすみなさい。